俺はここに来て毎日思う。なんでこんなことになったんだろうって。心も体もむしろまれ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失う。こんなことになるなんて知っていれば誰も戦場なんか行かないだろう。でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃない、他人や環境に強制されて仕方なくだ。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。俺は巨人を殺せ、一匹残せ。徹底的に自由、自分自身で勝ち事ならず戦場なんか行かない。徹底的に自由、自分自身で勝ち事ならず戦場なんか行かない。徹底的に自由、自分自身で勝ち事ならず戦場なんか行かない。徹底的に自由、自分自身で勝ち事ならず。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。